はい、どうもこんにちは。お疲れ様です。ですね、今日は、1224の機材をですね、まあ、紹介しながらですね、まあ、ちょっと音も、チェックしていきたいなと。まあ、たまにこういうのもいいかなと思いまして、まあ、企画しましたと。はい。まあ、早速、まあ、入る前にですね、一回、その1224の音ってどんな音だったかなというところで、結構ね、皆さん、音が遠いとかね、音がこもってるとか、まあそういう意見が多いかなと。まあ自分もまあそういうふうに感じてますと。ただ、まあムービーオリジナルですか、出た時にですね、それがちょっと覆りましたよと。結構、まあ、ドンシャリ的な音で、なおかつ結構音が近いんですね。まあ多分マスタリングの関係とかもあるんでしょうけど、まあドラムの音が結構でかいイメージが。ボーカルとドラムが大きいですね、やっぱりね。うん。まあ、そんな中でね、まあ、どういう音を作っていけばいいかな、というところで、まあ、当時のね、そのビデオとか、まあ、その辺を見てですね、まあ、機材を、まあ、ちょっと並べてみましたよ、というところで。まあ、あんまりね、雑誌とかは、正直信用できないんで、まあ、嘘ばっかり書いてるんでね、まあ、実際に映像を見て、音を聞いて、まあ、自分の耳でね、耳と目でちょっと確認して、まあ、こういう風に並べてみましたよっていうので、まあ、まず、早速したら、機材紹介の方から入ってきたいなと思います。はい。はい、それではですね、機材紹介です。まず、この3本のギター、うん、こいつをメインで使ってますよ。はい。で、そこからですね、TU-12 の、チューナーに入って、そこから、まあ、プログラムボードに入ってきますよと。で、プログラムボードの中身はっていうと、まあ、こんな感じなんですけど、この中でちょっと違うのがコーラスかなと。で、まあ、実際映像を見るとね、オーバードライブ、この OBD1 が2つ並んでるんですけど、まあ、2つもいらないんでね、音を聞いてる限り。まあ、ちょっとコーラスの行き場もないんで、こんな感じ突っ込みますよと。で、なんでこのアリアの、CH5 っていうコーラスなんですけど、これが入ってんのかなっていうのところなんですけど、まあ一番いろいろ試してみたんですけど、こいつが一番ちょっと気持ちいいコーラスだったので、ね、まあ突っ込みます。はい。まあ紹介ですけど、まあオクターバー。で、まあアリアのコーラス。で、コルゴ OVD1。で、ラット1ですね。プロコのラット1。で、コンプレッサー。こいつはコルグの CMP1、コンプ1。はい。で、ノイズゲートですね。はい。で、そっからですね、実はこの、ちょっと裏技なんですけど、イコライザーを使ってですね。はい。そっから、SDD3000 に入ってます。で、そっから SPX ですね。はい。SPX と SDD は本当は多分逆だと思うんですけど、自分は、まず SD3000 に突っ込んで SPX を通して、まあ、JC の方に行きますよと。アンプの方に行きますよ。なんでかというと、まあ、SPX はね、裏に SD、アテネーターがついてるんで、まあ、そいつでちょっとインピーダンス上げてあげてですね、まあ、ちょっと音絞ってるんですね。うん、それじゃないとね、ちょっと SDD3000 が結構強烈なんで、ボリューム上がるっていうかね、その、バッファーを上げて使ってるもんだから、まあ、アンプにはよろしくないんで、一回、この SPX で落としてあげて、そっから、まあ、JC に突っ込みますよと。はい。で、まあ、JC のね、設定は、まあ、ボリュームはいいとして、トレブル4で、ミッドが、9、ベースが7、ディストーションはまあ、勝ち止めってやつですね。で、リバーブをね、ちょっと部屋でやってるんで、ちょっと雰囲気出すのに、まあ、1ぐらいに上げてですね、使ってますよ。というところがまあ、機材紹介なんですけど、ああ、一つ忘れてたんだけど、ここにちょっと見えてるんですけど、まあ、本来ね、ムーグの、タウラスっていうのを、まあ、当時、布袋さんは使ってたんですけど、まあ、ちょっと手に入らないのと、手に入ってもあれ100万近くするんでね、もう手に入らないかなと、諦めて、ローランドの、
PK5 ですか。うん。こいつをちょっと買ってみました。で、まあ、ちょっといろいろ音はこれから試すんですけど、昔ね、学生の頃に買ったね、このボスの DR5 っていう打ち込みの機械があって、そこから音源をちょっともらってですね。まあ、雰囲気出れば何でもいいかと思うんですけど、まあ、ちょっとそれはね、後々、まあ、追求してですね、まあ、また紹介できればなと思ってます。はい。まあ、こんな感じでやってます。じゃあ、それではですね、早速ちょっと弾いてみようかなと思いますんで。はい、それではギターを持ってみましたよと。はい。まあ、クリントンからね、ちょっと音出してみたいなと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、クラウディーハート、この PK5、DL5 の音をですね、踏みながらですね、やってみたいなと思います。ディレイタイムはね、372です。はい。まあこんな感じですかね。はい。ね、結構この音がね、まあ布袋さんはね、ムーグの、タウラスっていうのを使ってたんですけど、まあちょっとね、それは高くて買えないんでね。まあちょっとこれで代用してますよっていうところですね。はい。はい、次の曲はですね、ハイウェイに乗る前にちょっとやってみようかなと思います。この曲はね、まあ、オーバードライブ、ディストーション、まあ、クリントーンも使うんですけど、ギターソロに入る前にですね、38から364にディレイタイムが切り替わります。はい。まあ、そういうところがちょっと面白いなと思ってます。はい。じゃあ、ちょっとやってみたいと思います。1、2、3、4。ディレイがねちょっと切り替わったっていうところで、まあ面白いなっていうところですね。はい、次の曲はですね、ここにちょっとこうミラーがついてるんですけど、まあサイコパスですね。はい、サイコパスはですね、ロングディレイとモジュレーションが、ちょっと面白い曲だなと思ってます。はい、まあ、ディレイはね自分は472で、組んでる、まあこういう音です。こういう、まあ、長さ、うん、ちょっと深めのね長いディレイになってますね。はい。で、モジュレーションはね、まあ、こういう、まあこんなのもね2つ、行ったり来たりして、演奏中にちょっと踏んでみてますよと、はい、いうところですね。はい。まあ、せっかくなんでねちょっと弾いてみましょう。1、2、3、4。
感じですかね。結構ね、アームも面白いですね、これね、アーミングがね。はい、はい、最後にですね、このギター、メモリーで締めたいなと思います。メモリーはね、チューニングが、半音下げになってますんで、皆さん間違えて覚えないようにお願いします。はい、それですね、ちょっとやってみたいと思います。まあ、イントロはこんな感じで綺麗に始まりますね。間違えました、クリントですね。じゃあね、最後に、皆さんの好きなアウトロで締めたいなと思います。ワン、ツー、スリー。